こんにちは。今回はウェブセミナーの始め方実況中継プログラムのご紹介をしていきます。このプログラムで得られること、何ができるようになるかというとですね、 Zoom というツールを使ってウェブセミナーを始めていく方法っていうのが分かります。どうやってやるのかっていうところですね。それができるようになると、まあ、オンライン上でセミナーができるってことは、まあ、情報提供もできるんですけども、あなたの売りたい商品サービスを販売することができる、要するに営業が自由にできるようになるんだよということです。非常に効率的な仕組みですので、ぜひねすぐにでも取り入れてみてください。でもただ、まあ、結構ねこう現場でよく聞くのが、オンラインだと不安です、ウェブでね自分がセミナーできるのかな、効果あるのかな、ちゃんと話せるのかしら、ちゃんと聞いてくれるのかしらってね、まあちょっと細かい不安があると思うんですけども、それを一気に解決しましょうというのが今回のプログラムの趣旨になってます。で、まあ、オンライン上でもですね、リアル その会場型と同じように実はセミナーでできちゃいます。ただそれには準備のコツとかディレクションのコツがあるんですね。そういった内容もちょっと細かく今回のプログラムでは取り上げて紹介していきたいと思います。で、今回のキーワードとしてはですね、 Zoom というツールですね。こちらでもね、Zoom の特徴ということで、僕もね普段感じていることをメモしてますけども、まあ交通費がかからないっていうのはねいいですよね。あとはまあ移動の手間がないとかね、まあどこにいてもできる、オフィスにいても漫画喫茶にいても貸し会議室にもできるとかいうこととか、まあ今の感じだと場所に縛られないっていうことですよね。なんでまあ交通費がかかんないし、どこでもできるっていうだけでね、かなりのメリットなんじゃないかなと思います。で、あとはですね、Zoom はまあ日頃ね私たちも使ってますし、お客さんなんかも使ってもらってるんですけども、いろんな機能があります。単純に顔と顔を合わせて1対30人50人とかっていうセミナーもできるんですけれどね、まあオンライン上でそれは当たり前です。で、さらに機能があって、例えば画面を共有できたりとかっていう機能があるわけです。そうすると相手方の画面も見れるし、こっちの画面を共有することができるとか、あとはですね、部屋を分けるブレイクアウトルームっていうのがあります。なんで、まあ、この人とこの人でこうグループ分けしてちょっと議論してもらいたいとか、ワークをやってもらいたいって時に、そういう部屋分けなんかがこうできるんですよね。で、あとはですね、まあ、手を挙げるっていう機能もあったりだとか、あとそうですね、録画かな、録画、その1時間なり2時間なり、まあ、5時間のセミナーをやったとかっていう時にそれ録画しておけるんですね。で、まあ、自分で、ね、バックアップとして保存しておくのもいいし、まあ、サービスの一環としてそれを提供するっていうのもありですよね、録画動画をね。そんなことができます。 Zoom っていうのはね今回のキーワードです。で、今回のプログラムでは、現場で僕たちのが、まあ、スモールビジネスの現場の裏側でどういうふうにウェブセミナーを運営しているのかっていうところの全てを余すところなく公開していきますので、まあ、楽しみにしておいてください。ウェブセミナーを始めていく一部始終を通してお見せしますから、ぜひねカンニングするつもりで真似してやってみてください。では実際にプログラムの詳細について見ていきましょう。はい、それではプログラムの内容について見ていきましょう。まずですね、ウェブセミナーの始め方っていうところを解説していくんですけども、録画配信できるツールを紹介していきます。で、これからセミナーをオンライン開催するメリット、そして具体的なウェブセミナーの実践ステップをお話ししていきます。まず全体的な概要的なお話を最初にします。で、ウェブセミナーを録画配信できるツールということで、まあ、いくつかあります。Facebook ライブ、YouTube ライブ、Zoom ということなんですけども、今回はメインとして Zoom というものをね、紹介していきます。ただこういったもののツールの比較についてもね、簡単に触れていきます。で、なぜ Zoom を使うのかということで、まあ、双方向で話せるということですね。一方的にライブ配信というのは基本的にまあコメントとかつきますけども、向こうからこうやり取りをしていくというのはないですよね。双方向で会話ができる。で、参加者が簡単に接続できます。ね、余計な準備とかですね、細かい設定とかなしに、もう Zoom だと参加できちゃうんですね。ピコン的な感じで、リンクを送れば入れる設定になっているんですよ、この Zoom っていうのはね。非常に便利です。で、比較的通信が安定しています。まあ、これはね、比較的というのは、いろんなツールとかを見比べても、やっぱり Zoom は優れています。なんで、途中でプチプチ切れちゃうとか、こう動作がなんかね、こう時間差になっちゃうっていうのはね、もう基本的にないです。で、画面共有との機能が揃っていると。相手の画面を見る、こっちの画面を見せるってことができるので、他、その他ね、いろいろホワイトボード機能とかね、いろいろありますけれども、機能が豊富ってことでね。ただ、使う機能はね、最低限に絞って、このプログラムではご紹介していきますので、まあ、迷うことはありません。Zoom 利用時の注意点ということで、本格利用の場合、有料プランにしていきましょうねと。プロプラン、ビジネスプランにする。
無料プランだと何かの制限になると。これもね、その時の仕様とかバージョンによって変わるので、一概には言えませんけれども、基本的に無料プランだと、時間制限とかっていうのはね、あります。人数制限とかもありますんで、まあ、使っていく場合はね、有料プランにしてみてください。で、オンライン開催するメリット、参加者編ということで、参加者の立場からしてですね、移動時間がない、交通費もかからない、場所の制限がなくなるという非常に大きなメリットですね。こういったメリットがあります。で、主催者も、人数の制限、例えばここの会場10人までしかダメですよなんてことはないので、もう本当にね、何人でも行けます。はい、でもちろん人数制限とかね、プランによってありますね。その辺はね、注意していただきたいんですけども、キャパがない、会場的なキャパがないということですね。会場費がかからない、開催のハードルが低くなる。例えば会場費を抑えちゃうと、キャンセルの料金とかかかっちゃったりするとですね、なんか予約するのがハードルだったりしますよね、会場をね。なので、そういったところがオンライン上なのでなくなるんでね、開催するハードルもなくなるということ。これが主催者側のメリットになります。で、具体的なウェブセミナーの実践ステップということで、これ結構大切なポイントになります。参加方法。まだね、このオンラインとか、ウェブでのセミナーに慣れてない人のためにフォローをしていきましょうと。で、セミナー入る前にガイダンスってものを実施しましょうね、ということですね。で、ガイダンスの進め方とか、やり方、フォローの仕方についても解説をしています。ズームの使い方を確認するっていうものも実際参加者にね教えるということですね。ズームの使い方基本ということで、ミュート機能、音声の消音、画面表示、非表示、スピーカービュー、ギャラリービュー、チャット機能、パソコン画面の共有、録画、ブレイクアウト録画。基本このあたりを押さえといていただくと、もう今日から始められるんじゃないかなと思います。音が入るのか入らないのか、画面が写真、自分の顔を映すのか映さないのか、スピーカービュー、ギャラリービューっていうのは、一人にフォーカスするのか、それとも全員を全体を映すのか。あとチャット機能。チャットはね、言うまでもないですね。あと画面の共有はさっき言いました。で、これ録画もできるんですよね。やってる最中の録画もできるんで、その録画動画をプレゼントしたりだとか、自分でね、復習用とかバックアップ用に撮っておくということですね。こともできます。あとブレイクアウトルームは部屋を分けることができる。なのでグループワークとか、なんかのテーマをこう話し合ってもらうという時に部屋分けができるので、全員で話す必要もないんですね。4人、4人、2人、2人みたいに分けられますよというような機能が備わっています。Zoom の参加 URL の案内方法ということで、実際に運営していくときに、今日 Zoom のね、セミナーやりますよっていうときに、メール配信ソフトで一斉送信しましょうと。で、メールチンプというツールを使って参加リストを管理する方法をお伝えしていきます。実際のセミナー参加案内メールの文面もお見せいたします。ということですね。はい。以上がプログラムの内容になります。で、こんな方はね、ぴったりですよということで、営業のストレスや新規集客の不安から解放されたい。ということですね。セミナーをやることで、情報提供だけじゃなくて、営業がちゃんとできるようになるということです。で、自分で手軽にウェブセミナーを開催して売り上げを上げたいということですね。Zoom を使えば、ものすごく手軽にウェブセミナー、もっと言うと、セミナーを開催できるということなので、本当にハードルが低くなるんでね、集客をして、ちゃんとお客さんにね、フォロー、ディレクションをして売り上げを上げるってことができるようになります。で、実際にウェブ集客の現場の裏側を知りたい。どういうふうに実際、僕たちの方で裏側の現場で Zoom を活用しているのかのその一部始終をお見せしていきます。で、自らの商売の手綱を自分で握りたいと。この辺はね、誰から、この辺の細かい部分ってなかなかね、情報としてないわけですよね。なんで、この辺を自分で管理すると、運営していくことによって、もうかなりね、再現性を持たせて、セミナーの営業とか、ウェブセミナーで商品の販売ができるようになりますんで、この辺の管理、基礎知識はね、自分で持っておいてください。自分の手で握っていてください。以上がプログラムの内容になります。はい、いかがでしたでしょうか。今後はですね、もうボーダー、境界線というのはどんどんなくなってきます。どこに住んでいても同じ品質のコンテンツが見られるよというのはね、もう当たり前になってくるんですよね。カーンアカデミーというね、サルマン・カーンさんという方がですね、無料でオンラインコースっていうのをね、全世界にこう広めてるっていうのはね、有名ですけども、それくらいもうね、情報コンテンツってものは、もうウェブ上どこでも見れると。わざわざ足を運んで会場にね、交通費かけて足を運ぶっていうスタイルはもうなくなってきてるんですよね。もちろんそっちも大切だと思いますが、今や現状としてほとんどの方がこうウェブセミナーの方、オンラインの方に移行しているっていう現実であります。実際僕らの関係しているお客さんとか生徒さんとかもほぼほぼ9割がウェブセミナーになっちゃってますね。セミナーからウェブセミナーになってます。で、これができると、やっぱり会場を抑える時間とか、準備の時間とかですね、移動の時間っていうのはなくなりますので、今よりも仕事2、3個例えば、加えてできちゃったりするわけですよ。
そうすると、まあ、新しい仕事ができる、違うの、もっとね、重要な仕事ができるということで、時間捻出できますので、ぜひね、取り入れていただくと、大きなね、得になるんじゃないかなと思います。ぜひ、今回を機会に、ウェブセミナーを始めてしまってください。あなたのプログラムへのご参加、心よりお待ちしております。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。